今から、日曜日小倉11レース第57回小倉記念 G3 の開講をしていただきます。宗弘さんよろしくお願いいたします。はい、小倉記念は、芝 2000m の G3 のハンデ戦ですね。はい、走破時計の1分59秒7っていうのはとても遅いです。で、うん、まあ、その遅くなった理由っていうのは 1000m 通過が61秒4と、はい、まあ前半のペースが落ち着いたことなんですけど、でも、はい、そんだけペースが落ち着いてるのにレースの上がりが35秒6っていうのも遅い。これね、はい、そうですね、どこで見ようかな、どのレースで見たらいいかな。だってこれ7レースのカレン・ルシェルブルと走破時計見てください、はい、それよりも 0.1 秒遅いんですよ。うわ、はい、ちょっとダメでしょこれ。そうですね、うん、でね見てください、0.1秒モズ流れ星よりもの方が遅いと。で 1000m 通過順位を、はい、通過タイムを見てください。モズ流れ星のレースは小倉記念は61秒4でしょ、はい、カレン・ルシュブルブルは60秒4、言った前半のペースは1秒を一緒クラスの方が早いんですよ。それにもかかわらずレースの上がり見てください、35秒9に関して小倉記念35秒6、 0.3 秒しか速くないんですよ。ということはこの小倉記念が凡戦っていうことを意味します。なるほど。 ラップ面で見たらどこも見るものがない、うんうん、こんだけペースが遅くなればもっと上がりも速くならなあかんしということで、はい、どこも見るラップ的に見るべきものがないっていうのはちょっと凡戦なんですよね。なるほど、うん、でそんだけペースが遅いのに、あ、モザ流れ星はメンバー中最速流れ使いましたけども35秒40なんですよ。はい、それで差し、あと4コーナーこれ最高峰いたんですよ。うん、4コーナー最高峰いてペースもそんなに速くないスローペースやのに35秒0で差し切ってしまうってことは他があかん、うん、なのでちょっとこれは今後にこのレースはつながるとは何とも言えないですね。はい、うん、まあ、私はモズ流れ星本命モズ流れ星から馬券買ったけどそれでも外しましたわ。お、まあやっぱね、そのなんやろ、まあ、単勝も 9.6 倍とかこのオッズやったらぶっちゃけもう3連複しか興味がなくてまずね、うんうん、で、まあ、3連複フォーメーション組んだけどあかんかったですね、うん、まあね、あかんかった理由は私ね、これ知らぬいステークス組はだいぶ評価してたんですよ。だってこれモズ流れ星もスーパーフェザーも両方とも推奨穴馬でしょ。はい、いや、うん、マジでね、これねモズ流れ星から行こうかスーパーフェザーから行こうか迷ってたんですよ。はいはいはい、けどそれでもどっちから行っても外れてるけどね。うん、まあまあまあ痛いな。なんでかってやっぱ2頭とも来るとあんま思ってなかったからね。まあその辺がちょっと馬券的に難しいところなんですけど、うん、まあやっぱね、一番私が嫌なんは、嫌っていうか分からんかったのはヒュミドールスは、この馬はね、うん、どこにベスト条件があるかとか全然分からん、ぶっちゃけ今でも。で、はいはいはい、まあね、その、まあ一番やっぱこの馬が驚いたっていうのは6走前のノベンバーステークス勝ちじゃないですか。で、この時にその1800の距離で上がり33秒4使えんのっていうのでまず驚きました。で、うん、その後いきなり距離倍でステアーズステークス。うん、で、ステアーズステークスもダイヤモンドステークスも5着やったらまあそんな悪ないですよね。はいはい、はい、うん。で、その次の日経賞だって4着。554って重傷でしてるわけやから悪くないじゃないですか。で、はい、その後距離短くなって116ってこれ、まあ、言ったら着順だけやったら下がってるでしょ、うん、そのね、どこにベスト距離があるかも、まあ、ちょっと分からづらいし、あと軽い芝での決め手も使ってるからもういろいろ分からんのですよね。で、まあね、ただまあなんやろな、このノベンバーステークスで使った上がり33秒4はもう忘れた方がいいと思うな。そのなんやろ、軽い芝でこんだけ切れる足っていうのはもう多分そういう馬ではないと思います。うんうん、まあ、だって実際前走だって悪い競馬ではないけど、まあ、0.5 秒差6着と掲示板にも乗れんかったことを考えたら軽い芝よりは重い芝の方がいいなっていうのは今それは思ってます、はい、うん、なので、まあ、そういう意味で小回りコースとか、まあ、多少道悪が残ってるような馬場レベルは合ってると思うんですけども、うん、ただこの馬は私はもう分からんわほんまに、うん、まあ、軽い芝か重い芝かって言ったら重い芝としましょう。ただまあ、はい、どこの距離がベストかはまだ分からへん。うん、そうですね、なんでかったら今回着順2っていうのは、はい、だってこの馬の成績 4-0-0-15 っていう、 もう極端な成績なんですけど、勝つかもうどこにもおらんかっていうパターンが、まあ、今回オープンで初めて2ってこう言ったら馬券圏内に入ったわけじゃないですか、はい、でも先ほど言ったようにレースレベルの低さが気になるんで、確かに2000がベストなんて言われるとまだわからん。そうですね、うん、だって今回の2着よりも
ダイヤモンドステークスとか日経賞とかの、5とか4とかの方が価値あるもん。そうですね、メンバー考えたら、はい、周り考えたら、うん、なあ、はい、うん、なんでちょっとこの前はもうちょっと経過観察ですね。はい、でまあね、スーパーフェザーは前走もちょっとこの重賞展望の時に説明しましたけど、地味やけど今ちょっと再上昇してるよって話しましたね。はい、おっしゃってましたね。はい、うんうん、でまあそれをちゃんと示してくれましたよね。ものすごい地味ですけど、うん、馬券圏内絡んだっていうのは、うん、まあまあちょっと見てて、うん、この馬か流れ星かどっちかかなと思ってたから、よう走ってくれたなと思いましたね、うん、はい。まあスーパーフェザーとダブルシャープは言ったら同じレースに前走使ってた知らぬステークス組なんですけども、うんうん、まあね、逆転しましたね、スーパーフェザー、はい、これは2000円の距離延長かなっていうふうに思います、うん、2000円のやっぱね、ダブルシャープはベスト2000こなしてるけどベスト1008なんですよ。はいはいはい、はい、でもスーパーフェザーは2走前とかひどい馬場の2000とか勝ってるし、まあまあ古い話ですけど2400の青馬賞3着があるから1008よりも2000の方が言ったら距離が変わったことの逆転かなと見てます、はい、で5着の湘南バルディ、理想はもっと乾いた馬場というコメントがありますね、うん、あとまあ、まあ、これも月曜日に話しましたけど時計面に不安があるっていう話をしましたよね。なので、はい、まあ、2分00秒6でしか今回走れてないっていうのはあります、うんうん、オンザランさんいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、今日もお疲れ様です。小倉記念は日頃のこの講義のメモと親父からの遺言である、ショート数のディープなろうね、小頭数のディープ3区を買っとけとに従い3連複3連単熱いですね取れましたと、すごい、スーパーフェザー頭だったら熱かったですが贅沢は言いません。先週戦は参加できず遅ればせながら宗さん誕生日おめでとうございました。ありがとうございました、ナイスパレございます、はい、どうもありがとうございます、ありがとうございます、まあ、3連単熱いですね、うん、すごいな9万ね熱いですね、うん、そうですね。ファルコニアはレース後の川田騎手がこの結果を踏まえると 2000m は少し長いかなという印象と距離についての言及がしっかりと出てます。うん、まあ、あとベロックスですよね、うん、はい、3コーナーで一気に手応えがなくなってしまったと馬の雰囲気などはすごく良かったんですけどって、まあ、ちょっとジョッキーも分かってないですよね、うんうん、まあ、ちょっとよく分からんすよねこれもね、うん、ね、うん、まあ、グランスピード、気のいいタイプで外から来られると反応しましたと、まあ、仕掛けられた時にですね。でその分あとイジハロンが辛抱できなかった感じ、うん、この馬は、ここまでキャリア10戦全部が1800距離やって、うん、初めて1800から距離変わってきたんですけど、はい、これぐらいの言い訳でベベまで負けるってことは、2000長いですということは、はい、うん、1008からもし距離が変わるのはどっちがいいかってなると短い方に職種が動くっていうのを今回で手に入れたと思います。その情報、ね、うん、そう考えたいと思いますね。だから、はい、まあ、まあ、おそらく多分1008にまだ戻ってきますけど1006やったらちょっと買ってみてもっていうのは覚えておいてくださいね、うん、はい、以上です。はい、ありがとうございます。以上、日曜日小倉11です第57回小倉記念 G3 の開講でした。ありがとうございます。